スクワートは、イギリスのサラブレッドの競争および、ュボバ三大子祖の一頭ダーレー・アラビアイの孫の世代であり、エクリプスの祖父にあたる。ヨークシャー州、バーバリー近郊で牧場を構えていた生産者、ウィリアム・メットカーフに生産された馬で、後に、第二代ポートモア伯爵、チャールズ・コリアーに購入されて競争馬となった。競争馬としての主な価値案に、 1737年10月に、ニューマーケット競馬場で行われた第3代、ロンズデール試者ヘンリー・ラウザー所有のサルタンを相手に、下200ギニーをかけた競争。1739年4月の、同競馬場で行われた、初代ブリッジウォーター公爵スクループエジャートン所有の、ポーカーを相手に下200ギニーをかけた競争などがある。その後、ハリー・ハーパー卿に売却され、 スクワートはダービーシャーの牧場で種ボバとなった。後にスクワートは低用園に侵されて種ボバとして活動することができなくなったが担当の馬邸が懇願したため殺処分を免れたという逸話がある。種ボバとしてマースクシフォンティムの3頭の貢献種ボバを出している。このうちの1頭マースクは特に種ボバとして成功し、 その3区クエクリプスから、現代の主流血統となる、エクリプス系が形成された。また、1750年生まれの貧馬プラッツ、オールドミャは、繁殖貧馬として、顕著な成績を上げている。同馬の3区17頭のうち12頭が、競争馬となり、生涯24戦16勝の高成績で6 0 9ニーを稼ぐ活躍を見せたパンプキンや、競争馬としても、 繁殖品馬としても実績を残した名伝などを出した。ありがとうございます。